んたお勝手が。じゃあ作っていきたいと思います。私が勝手が普段傷になんねえよ、クソ野郎が。じゃあまずバターを炒めます。まあ炒めるというかあのバターを引きます。バターをね、はい、弱火でいきます。本当は強火らしいんですけどね。弱火でいきます。醤油。じゃあ醤油を出しとかないと。どうしようねえな、こんなクズでやらしいよ。さあ、一回止めます。ああ、醤油のここ壊れた。うわ、割れちゃった。ムカつくなよ、私。醤油の蓋取れちゃった。なんでここまで散らかすの、うちを。ここが折れてしまいました。もうちょっとみんなやってくれよ、悪いけど。悪いけど、ここまでうちを散らかして悪いけどさ、こうやって醤油って出んの、これ。あ、出るんだ。このままで出るんだ。この中に取ってなんかやんなきゃいけないから。これみんななんとかしてくんないこれ。悪いけどあったかくるかんだよ、こんなおかしにしやがってよ。やー、見た見た、今作るからうるさいよ。よくここまで散らかすんだよ、自分のうちを。見たい、作るんだから。ちょっとよくここまで散らかすよね、親頭来るよね、こんだけ散らかされて。なんなんこの丘って、出てってよ、もういいから出てってね。これ作ったら出てってね、もう帰ってきなくていいから、鍵買うから入れないからね、もううち出てってね、もう鍵かかりたくないから一切。玉ねぎ入れます。もう出てってね、悪いけど、どういてくれる、ゴミうちゃに来たらやばい、これ玉ねぎ量多くないからこれ玉ねぎだけでだいぶ多くないですか、これ。なんでな、なんでね、玉ねぎをこういうとこに売っちゃうの。生ゴミは生ゴミだよ、あんた。何も分かってないよ。玉ねぎ多いよ。どういてよ、あんた。ほんと頭くるね、うちをいいように使いやがって、こんな豚小屋にして。こんな豚小屋にね、しちらかしてね、いいお料理なんかできねえよ、あんた。料理は片付けながらやるんだよ、広々したとこで。そうでしょ、あんた。料理はね、片付けながらやるんだよ、広々したとこで。こんなぶっちゃらかったとこでやったっていい料理は作れねえよ。そうでしょ。こら、びっしょびしょ、こういうとこ。腹が立つんだ、こんな料理作るぐらいでここまでうちを悪くされたんじゃ。もう嫌だよ、私。出てってよ、もう。シンボ、俺警察呼ぶよ、俺。親食べてるから、これ見て。これ呼ぶかんね。あれけど。出てってもらうから。なんで用意するだけで警察を。あ、嫌だよ。こんだけ散らかされてね。そんなこと言うと、本当に呼ぶやついるからやめて、本当に。迷惑かかるから。いいね、来てもらった方が。こんだけ散らかしてやれば、親も頭くるから。いやいや、別に。来るよ、頭くるよ。料理作ってるだけやろうが。だから、ここで作んないでよ。今度やるんだったらね、自分でアパート借りてやってくんない。何やっても構わねえから。ね。何やっても構わねえよ。ね。私に迷惑かけないでくれよ。悪いけど。片付けは全部私なんだから、いつも。洗濯してるのに。そんなことやるんだよ。洗濯するわ、自分の。みんなあんたのことだよ。エビから炒めた方がよかったのかな。エビから炒めた方がよかったのかな。うちが悪くなっちゃうんだよ、こんだけしっちらかされて。びしょびしょだよ。ほんで、こら、こら。こういうやつも落っことしちゃうし、もう何でもいいよ、もう嫌だったから。もう嫌だったから、私ここまで汚くて、もう嫌だよ、こんな汚くされて。エビから炒めた方が良かったんだ。もう嫌だから出てってよ、もういいから。あんたの料理なんかね、こんなことよりうちがゴロになっちゃうんだよ、こういうことをされると。あんたみたいなクズは
何も分かってねえんだからうちのことが。でここでご飯を自分の部屋も片付けられねえクズなんだからさ、自分の部屋も片付けられねえよとはクズなんだからよ。何買ってもな、段ボールから出しゃ段ボール畳まねえでほっとくんだからさ、好きに。そんなもんが料理したってね、お勝手がいねえもんだよ。こんなの見たら頭くるよね、誰だって。本当はのりこに俺は見せてやりたいよ、この散らかしたの。もう嫌になっちゃうよこれじゃあ。私こんなチャーハン作るぐらいね、こんだけ背中下がってよ、クソガキが。死んじゃえ早く、いなくていいから。死んじゃえよ、どんどん。いなくていいから、もううちにいないでくれ。悪いけどここまでやられてよ、親だって頭くるよ。こんな暇があったら自分の選択すればいいんだんべ、クソガキが。よた野郎、死んじゃえ早く。お前がいなきゃな、寝教育あげる必要ねえんだよ。あげる理由がないんだから。普通の人間じゃないんだから、お前は。やばい、量が多すぎるぞ、これ。金だって全部人に払わせやがってよ。自動車なんか済まして乗ってやがって、あれもみんな俺が買ったんで。そうなんだ。税金だって30万お前分割で払うって言ってやってよ。これも払わねえしよ。これバター最後に106万だよ、税務署に。200万も使いやがってよ、人たちね。バター足んないかも。その前は役場に200万だよ。2年間で400万減らしてよ、クソ野郎が。てめえでやることなんだよ、この野郎。親に迷惑目かけて行きやがって。ほんと、どっか行っちゃえよ、お前みたいなクズは。関係ねえから。こいつはね、野郎でよ、ちっとも片付けられねえんだから。もうしっちゃかめっちゃかなんだよ、やることが。そんな鍋いくつも使うんじゃねえよ、この野郎、クソったれが。そこまでな、鍋使うかよ、チャーハンぐらいで、バカ野郎が。何の頭もありゃしね、余分なもんめった起き上がってよ。使うもんだけ出しといてな、いらねえもん冷蔵庫入れとくんだよ。そんな散らかったとこで料理したってちっとも綺麗じゃねえ、あんた。お前直に置いてんじゃねえだべな、バターを。ここに直に置いてんじゃねえべな、バターを。クソ野郎が。ほら見ろ、ここに散らかしてやるからダメなんだよ。何でも片付けながらやるんだよ、料理するもんは。クソ野郎、どんどんどっか行っちゃえ、なくていいから、クズ野郎。どっか行っちゃえ、見なくていいから。おい、今度は携帯ぶっ壊すからな。悪いけど。もうできねえように。もうこんなことできねえように、携帯ぶっ壊すからいいよ、もう。なんでこういうもんしまえないかね、もう使わないものは。ね、使わないもんしまっとけば広くなんじゃないの、使う範囲が。頭がないんだよね、何もね。ね。なんで直にこういうとこでバター切るの？あら、いやだ、痛いんじゃ、痛いんじゃ。なんでバターをこういう直に切るの、こういうとこで。あんた片付けないでしょ、ここ。片付けたことあるよ、なんでも。みんな一人差し入れだね。もう嫌だよ、私。出てってね、悪いけど。今日一番頭来たから、ここまで散らかされて。洗濯だって今やってんのにさ、あんたの洗濯を。なんでさ。ご飯おって混ざんないんじゃ。なんでさ、こんなもの買ってきてさ、もう使わないもんは冷蔵庫にしまえないんかね。しまったらもっと広く使えるんじゃないの、買ってって。頭が全然ないね。ご飯買ってきたものをみんな置き、混ざんないんじゃ。呆れるわ。買ってきたものみんな置きっぱねでこんだけのことをやってるやんた。いい仕事なんかできるわけねえなんだよ、あんた。お勝手なんてね、片付けながらやるもんだよ。なんだよ、こんなもの。そんなもん作るぐらいでこんだけ汚すバターいねえ、あんたを買ってよ。死んじゃえ、早く。いなくていいから。バター使ったら使ったできちんとしまうんだよ。それからやるんだよ。そうしゃこんなに散らかってないでしょ、なんでも。料理はね、やり方があるんだよ。なんでも、使ったものを散らかし放題。置くとこもねえほど散らかっててやりゃね、なんだって落っこちるよ、あんた。頭がねえんだよ、それだけの。ね。人間っつうはね、やるときはね、きれいに片付けるんだよ。ね。ほんで使わないもんはもう冷蔵庫入れるの。そうすれば広々使えるわけ。ね。それを何でもみんな置いて。混ざんないんじゃ。みんな置いてさ、散らかしてさ、これじゃあダメだよ、あんた。こんな人間じゃ終わりだよ、人生。ほんとクズだよ、あんたは。これ何のためこれ使ったの？これ何のためここ置いてるの？
何のため置いてあんのここに。何のため置いてあんだっつんだよ。じゃあそう置いといて。何が。いいか置いといて。使わないで悪いけど。これ使わせないかんね、人の鍋。冗談じゃないよ。人の鍋やな、いい加減にしろ、この野郎。クソったれが。早く死んじゃえ、この野郎。お前みたいなことが生きてる必要ねえ、あんた。死んじゃえよ、どんどん。いなくていいから。こんなに料理のお面に、こんなものをめちゃ買ってきてよ。もう過ぎて回さないんじゃ。関係ねえよ。回さないんじゃ。具が回さないんじゃ。一切構わねえから。こんなやつ構わねえから、一切もう、ほら。一切かなんのこんな子。ああ、無理だ。重い。私もう嫌だから。めんた人のような料理、あれ使うんだから。もう嫌だから、私。嫌だよ、私。綺麗にしてんだから。このやつに使われたらめちゃくちゃだよ、あんた、人生。エビとか、こんなの。どうなってよ、こんなクズにこんなの、こんなクズ使われてよ。いろいろ作るよ。エビ火取ってないんじゃん。こんなバカ野郎は。人間のクズだ、こんなもんな。エビ火取ってないんじゃん。関係ねえよ。バカたるもいいとこだよ、こんなクソ野郎。早く死んで。いなくていいから。使ったもんしまいねえんだから、バカだよ、あんた。片付けながらやるんだよ、料理っつうのは。違うかい。何でもしっちらかして使ったものはみんな、おめえ。これじゃあねなんべ、おめえ。使うとこがねえなんべ、何も。こんだけしらかしといたんじゃ。バカだよね、あんたね。ほんとバカだよね、やることが。こんなしっちらかして料理やるやつはいねえで、あんた。料理ってのは片付けながらやるんだよ、広々と。そうでしょ。何でも買ってきたもん使わねえもんも冷蔵庫入れねえで、こんなとこ置いといてさ。いい料理なんかできるわけねえだろ、こんな狭いとこで。散らかして。卵入れるんじゃー。片付けながらやりゃねえ、こんな散らかんないよ、あんた。なんでも。頭がねえ証拠だよ、だって。頭ないでしょ、だって。バカだもん。バカだもん。トイレ入ってさ、次が減る人が空っぽだよ、トイレの。これ余熱を考えないといけないから。切れるわ。ご飯。これ、手。こぼさないでね。よそれないから、皿に。関係ねえよ。ほら、食いたかない。ちょっと早めにさっとやんないといけない。絶対にも食わねえよ。お前のもんなんか開けるが出ない。こんな散らかされてやんなもの食うかい、誰か。そこまでバカじゃねえよ、私は。こんなもん誰が食うよ、こんなもの。ここまで散らかされてね、食いたかねえよ、あんた。こんなものを作るぐらいでね、ここまでね、お金散らかされちゃたまったもんじゃねえよ。私が死んだらもうこの家終わりだよ。絶対終わりだよ。ここまで散らかして。うちなんかもう終わり。もうこれ見てわかる。こんな子供。俺が死んだらもう終わり、この家は。ここまでね、お勝手に散らかすやつはいない。座敷もそう。もう終わり。ゴミだらけだよ、あんたは。何もできねえクズだから。そんなもんだから仕事ができねえんだよ。玉ねぎなんかこっちの生ゴミ言っちゃうんだよ、バカ野郎が。何でもね、同じ。燃えるときは一緒でもね、生ゴミとね、あんた。髪は違うんだよ、バカタレが。クソ野郎が。何もできねえクズ野郎が。死んじゃえ、早く。ここまでしっちり返してよ。イライラするね、まったく。そうじゃねえとて、もう、洗濯もやってるのにさ。なんでここまで私をこき使うかね、いつも。ムカつくよね、本当に。ガチャガチャしないでね、傷がつくから、コンロに。コンロ傷がつくからガチャガチャしないでね、フライパンを。綺麗に使ってんだから、私。23年使って新しいようなんだよ、あんた。どのくらい綺麗に使ってるかわかるかい、あんた。そうでしょ。こういうとこだって傷だらけだよ、あんた。ステンレスが。引きずる方だよ、器とか鍋を。器なんつはね、引きずったら傷がつくんだよ、あんた。こういうとこにはね、物を置くときはね、中つくんだよ。味付けするんじゃ。関係ねえもんだもん。何がするんだよ、てめえがバカだ。味塩胡椒。こんなバカ死んじゃいんだよ、どんどん。いなくていいんだから。いじやろうで。死んじゃいんだよ、こんなバカ。何もできねえんだから。くずっぺでな、何もできねえんだ。こんなよ、生きてられちゃ困るよ、いつまでも。冗談じゃないよ、あんた。クソ野郎が、こんなクズよ。どんどん死んじゃえよ、ニンニク中。いなくていいから。死んじゃえよ、どんどん。
いつまでも生きてねえで。こんなクズに生きてられちゃこっちも困るからよ。ニンニクのチューブ。あー、しまった。味付け海苔ない？知らない。味付け海苔買ってくんの忘れた。関係ねえ関係ねえ、そんなことは。私は味付け海苔ないっすか。関係ねえ関係ねえよ、ほら。あ、関係ねえ、お前のことなんて関係ねえ、こんなもん。味付け海苔を買ってくんの忘れたんじゃ。関係ねえ、こういうとこびしゃびしゃだよ。味付け海苔ある？関係ねえ。あるかないか関係ねえ関係ねえ、こういうとこびしゃびしゃ嫌になっちゃうよね。床までびしょびしょなんだから。醤油です。醤油。腹立つよね、床までびしょびしょでさ。ありつけのりあるかないか。関係ないっつうんだよ。なんかやんなきゃいいだめうせ。ない、口汚くねえから。関係ねえから。あんたとは口も汚くない、もう一切。あるかないかだけ教えて。関係ない、自分で考えれば。関係ない。あるかないかだけ教えて。だから口聞きたくない、もう一切。悪いけど味付け海苔あったら絶対美味しいんですよ、これで。知らねえ、関係ねえ。最後にこう仕上げに。関係ないから、もうあんたとは。ここまで散らかされて黙ってる親いないよ、あんた。最後にこれを。ここまで散らかしてね、黙ってる親いないよ、あんた。びしょびしょだよ、床だって。やんなっちゃうね、ここまで汚くされたんじゃ。あれ、綺麗好きだから。嫌なんだよね、汚く。まんまの粒、こんなとこ行って、こうこぼして、嫌なんな、まったくな。そんな作るべじゃなくて、床を見ろって言うんだよ、床を。ご飯がいっぱい落っこってて、水浸しになっててさ、うちのが大事だからさ、あんたなんかどうでもいいんだからさ、お前なんか、お前なんか死んでもなんか。味付け海苔があるかないかを聞いてる。関係ないんだよ。ないの？知らない。まあなくても食えるけど、あんた方が美味しいなと思って。口聞きたくないから。もう一切口聞かないから。関係ねえ。自分の頭で考えてくれ。もう口も聞かないから。そうだろう。もうご飯も食んねえから、今度。ご飯食ったから言って聞かねえから。うん、もう一切構わねえから、あんたのことは。あ、うまっ。関係ねえから、こんなもん。やっぱ醤油欲しいね。毛まで怒ってる、気持ち悪い。やなんねえ、ご飯粒やさ。ご飯粒やさ、こういうなんていうの、玉ねぎの粉が、切ったのがみんな床にこぼれてるの。やんなっちゃうね、まったく。髪の毛は落っこってるし、気持ち悪いよね、こんなの。もう嫌だよね、もうどうにかなっちゃうよ、頭が。もういかれにしてくんない、ここ使うんは。もう何やっても構わないけど、うちの配信やんないでくれる、悪いけど。ね。もう料理の配信は一切やんないでくんないね。お金使わないじゃねえ、悪いけど。関係ないから。あんたの配信やって、あ、税金払ってんのはこっちだからよ。あんたは全部自分で使って。俺が全部税金払ってんだよ。違うかい？今まで。違うかい？県民税だって全部私が1年分払って。冗談じゃないよ。自分はみんなにもらった金でみんな使っちゃってよ。こんな予定よりいねえよ、あんた。なんで卵をここ浮いちゃうんだよ、生ゴミじゃなく。ここは汚え鼻かんだやつ浮いちゃうんだよ、あんた。分けてるんだよ。よし、あの邪魔、見てみ。よっしゃー。あの邪魔。普通ね、フライパンにあんだけ飯粒炊けないよ、あんた。本当これできました。バカが味付け海苔があったらもっと絶対美味しかったと思う。閲覧900ぐらいって、閲覧900ぐらいってじゃないですか。できました。バカが作るのはあんなもんだよ。フライパンの縁に、味付け海苔ない、よしえさん。最後にね、よそった時に味付け海苔を添えた方が絶対美味しい。味付け海苔買うのは、味付け海苔買うの忘れたの。ある？関係ねえ、俺。ない？関係ない。あるかないか教えて。知らない、あんたと。味付け海苔あるかないか。関係ねえよ、口聞かないでくれ、もう。もうあんたの片付けしてるだけで嫌だから。まあ、さすがに買ってくのめんどいんで、もうこれでいっか。卵はおめえ変なとこに打ちあるしよ。できました。床はびしょびしょだしよ。玉ねぎはおめえ生ゴミに打ちあんねえでよ。みんな一緒だよ、あんた。そんなもんじゃないよ、あんた人間。ゴミで分別もできねえよとやろうがね、料理やる自体が間違ってる。よし、じゃあ、よそりたいと思います。関係ねえよ。
悪いけどさ、卵の割り箸とかさ、あ、危ない。ガチャガチャしねえでくれよ。あ、ねえ。壊れちゃうんだよ、うちが。お前なんかどうでもいいんだけどよ、死んでも何でも関係ねえから。そうでしょ。ここまでお役をするばかりねえで。こんな交渉なんかなんであるのにまた買ってきたわけ。そんな金があったら親に返してよ、貸した金を。10万貸したよね、この間。その後県民税も払ってよね、役場に1年分。親にどんだけ迷惑かけて生きてるわけ、今までも。俺だって頭きてるからね。本当だよ、あった。年間おめ200万も使えれば頭くるぜ。2年で400万だよ、あんた。あっちこっち。あんたのおかげで。あんたがいなきゃそういうことはないから。400万の金を減らす必要ねえし、私は。そうでしょ。自分の年金貯めといたのみんな持ってかれちゃうんだから。冗談じゃないよね。税務署の税務署だよね。お母さんが払ってくれりゃなんて、ありがてえなんて。人馬鹿にしてるよね。俺がもらった金じゃねえよ、あんた。冗談じゃない、あんた。ムカつくよね、こんなクズ抱えて。なんなん、ほんと。そんだけの金てめえで働いてみろ、このクソガキが。親が面倒見ねえなんて、その金3400万も使えよって言うんだんだよね。私が一生懸命働いてきた金。味付け海苔を最後にここにトッピングしたい。どうか。完成しましたー。いや、味付け海苔ないのよ、生さん。関係ない。口聞きたくない。もう、片付けて温めてる。もうここ片付けるだけでたくさん。もういや、洗濯もあるし、もういやいや。完成 !3900 超えた。関係ない。さあ。もううちパーンパパパパパーン、美味しそう、うちを出てってもらうからいい。もう、嫌だから。もう、あんたが言っちゃ嫌だから、私。もう本当、長生きできないから。もっと静かに穏やかに暮らしたいから、毎日。私はもう。穏やかに暮らしたいから、あんたが言っちゃダメ。このちょっとネチョネチョ。もう。音聞こえますネチョネチョ。うちを。関係ねえから。ちょっとネチョネチョしてますね。もうちょいパラパラの方がさすがに良かったの。片付けねえなんだよ、何でも。何でもやりっぱねえなんだよ。超ネチョってますけど。洗濯と両方片付けるよ、あんた。自分の洗濯も止まってんじゃねえ。いやでも